世界トップシェアを持つ製品が多数あるっていう。1000人以上の中から5、6人。ちなみに田中さん自身は英語は結構できるんですか？実際自分が作るのは好きな方ではないんです。就活会議。こんばんは、就活会議の徳佐志です。今回は村田製作所のインターンについてお話を伺います。東洋大学の田中さんです。本日よろしくお願いします。お願いします。今回は村田製作所のインターンに参加された田中さんに、実際にどのような選考を受けてきたのか、さらに選考通過の秘訣やインターンで高評価を獲得するポイントについて詳しく伺っていきます。また今回最後まで視聴された方限定で内定者の模範解答のまとめなど様々プレゼントをご用意しております。詳しくは最後にご説明しますので、ぜひ漏れなくご確認ください。それでは早速お話を伺っていきます。自己紹介をお願いします。東洋大学田中と申します。就職活動は主に半導体業界とインフラ業界で来てきました。よろしくお願いします。なんで受験しようと思いましたか？はい、半導体業界であるっていうことがまず一つと、世界トップシェアを持つ製品が多数あるっていうと、また海外売上比率が 90% 以上というところが大きな理由です。選考フローを教えてください。選考フローが、書類選考の後ウェブテスト、面接がその後にあって、その後受かればインターンって感じです。一番山となる選考は？書類になると思います。倍率はどのくらいですか？1000人以上の中から5、6人っていう感じの倍率。通過者の共通点は？それ端的に話されているっていうところと、地頭が賢い人が多かったなと思います。書類を書く際に気をつけるべきことは？IR 情報から情報を取ってきたのと、それを自分の中でしっかり落とし込んで自分の言葉で書いたってところを意識しました。面接ではどのようなことが聞かれますか？一般的なことが多かったです。インターンの志望理由、あと学知か自己 PR ってところを聞かれたっていうのがメインです。志望動機は何を伝えましたか？世界トップシェアの製品が多数ある中の、それを支えているのは本社の SCM だというふうに考えていますっていうのを伝えて、その SCM についてなかなかないようなインターンだったので、御社でしっかりと学んで SCM がどのようなものなのかをしっかり詳しく知りたいってところを伝えました。じゃあ割とインターンの志望動機共通で、自分の経験に関してっていうよりかは、こうまず企業の理解と参加したい意欲っていうところが示せればまず大丈夫そうって感じなんですかね？はい、そうだと思います。高倍率の中で通過の極意を教えてください。やっぱり結論ファーストで話すのがいいのかなって思うのと、あとはやっぱり嘘をつかないっていうところで、深掘りをされていく中で、おかしいと少しでも思われてしまえば落とされてしまうのかなと思うので、深掘りを自分の中でするのもそうですし、かつ嘘をつかないことが重要かなと思います。ちなみにこの、嘘をつかないとは言っても、学生さんによっては、よく見せたいっていう気持ちが先行してしまう方もいらっしゃると思うんですけども、これってどう対策していけばいいんですかね？やっぱりよく見せたいっていうよりは、自分の中身を見てもらってそこを評価してもらうことが内定だったりインターンの通過につながるのかなと思うので、よく見せようとすればあだと出るっていうふうに僕は考えてたので、それは逆効果っていうふうな認識を持ってるのがいいかなと思います。そこはスタンスでちょっと勝負していくっていう感じになるんですかね？そうですね、おっしゃる通りです。村田製作所は海外売上比率が高いと思いますが、選考では英語ができた方が有利ですか？就活会議と旬ダイアリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。村田製作所は海外売上比率が高いと思いますが、選考では英語ができた方が有利ですか？有利かもしれないんですけど、僕はあんまり感じなかったなっていうのはあります。ちなみに田中さん自身は英語は結構できるですか？就活を始める前にトイックは取ったんですけど、英語ができるという誇れるほどの点数じゃないので、できなくても、大丈夫かなと思います。割となんか他の部分で先ほどのスタンスというか、こう素を出していくっていうところと企業理解の部分でぶつかっていけばまず大丈夫そうって感じなんですね。はい、そうです。文献の中でもものづくりが好きじゃないと受からないんですか？僕自身ものづくりが好きかどうかで言うと、実際自分が作るのは好きな方ではないんです。しっかり企業に対して興味があるってあったり、企業が売ってるものがどういうように世の中に伝わっている、影響を与えているっていうところ、その点に興味があるっていうのを前面に示せれば
この子はこの業界この会社に興味があるのかなっていうのは伝わると思うので、人作りが好き嫌いはあんまり関係ないかなと思います。インターン内容を教えてください。1日目が開会式のような感じで挨拶がメインであったのですけど、4日間あって他の3日間は、主に個人ワークで、その日に課題が出されて Excel を使って計算して、その後に PowerPoint で1人10分発表、それに対して質問に答えていくっていうのを3日間繰り返しました。具体的なワークテーマは出荷の数が出たりしていて、あと金額ですね。お客様からこういう受注があって足りない、じゃああなたどういう割り振りで考えますか、足りない中で考えてくださいみたいなを計算しながら出していくっていう感じです。かなりテーマだけ聞いても難しそうな印象ではあったんですけれど、田中さん自身もやってみていかがでしたか？ Excel だったりその PowerPoint グラフを作ったりとか資料を作るっていうところですごい難しかったなと思ってます。そして企業側からフィードバックをいただけたりとかする機会は割と多いんですか？そうですね、もちろんもらえることもありましたし、疑問に持たれたところは質問しっかりしていただきました。結構参加人数が少ないっていうところで、そういったところは割と丁寧に見ていただけるっていう感じなんですかね？はい、そうです。難しいということですが、もしもう一度参加できるとしたら？やっぱり Excel ができた方がいいのかなって思ったので、社会人になってもそうですけど、しっかり数字を自分で理解して Excel で計算して、それを説明の段階にグラフとして落としていく、それができる能力を事前に準備しておけばよかったなと思います。そこの時間だけでも削減できれば全然違う部分ではあるかもしれないですよね。はい。最後にこれから受験する学生へ一言お願いします。すごい堅実で真面目な企業ですので、しっかり自分で企業のことを調べて、なぜこの村田製作所なのか、なぜ半導体業界なのか、その点どんどん具体化して明確にしておければ大丈夫かなと思うので、しっかり落ち着いて頑張ってください。本日は東洋大学田中さんにお話いただきました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日は村田製作所のインターンについて実際に参加された東洋大学の田中さんにお話を伺いました。これから村田製作所に挑戦しようと思っている学生は、ぜひ今日の動画をご活用ください。さて、ここまで視聴してくださった皆さんに豪華特典があります。特典1、内定者の模範解答まとめです。今日お話しした内容の他に、さらに具体的なインターンから本選考の模範解答を全てまとめております。過去分から最新の情報まで全て掲載しておりますので、ぜひ就活対策にご活用ください。特典2、旬ダイアリーと共同開発した自己分析ツールです。3分の回答と簡単な登録だけで皆さんの傾向というのが全てわかる超画期的ツールです。操作も簡単で使いやすいツールとなっているので、ぜひ使ってみてください。特典3、現役社員による企業の実態まとめです。今回は現役就活生からお話を伺いましたが、実際に勤められている社員の声をまとめました。業務内容だけでなく社風、キャリア、福利厚生など内部の人だけが知っている情報を全てまとめております。全て概要欄の上の方に掲載しておりますので、ぜひご確認ください。また次回も皆さんの就活の役に立つリアルな情報をお届けします。見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録と通知ボタンお忘れなくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画がいいなと思った方は高評価ボタンポチッお願いします。では次回の動画でもお会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。またこちらの画像をクリックすると、あなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますので、ぜひ試してみてください。